上田市にある信州大学繊維学部は、JR 上田駅から近く、大型ショッピングセンターや住宅地などに囲まれた暮らしやすい環境にあります。繊維学部では、先進繊維・完成工学、機械・ロボット学、化学・材料学、応用生物化学の4つの観点から、理学、工学、農学、医学、そしてプラスアルファの幅広い分野を横断的に融合した学びを展開しています。そこから生み出される幅広い知識と想像力を身につけたスペシャリストは、社会のあらゆる場面で柔軟に対応できる人材として、さまざまな業界に羽ばたき活躍しています。上田市はかつて養蚕業、蚕糸業の拠点、三都としてその名を誇りました。1910年に養蚕・蚕糸の技術開発と技術者の育成をするために、官立上田蚕糸専門学校が上田市に設立され、そして今の繊維学部につながっています。上田キャンパスにある講堂は1929年昭和4年の建築で、蚕糸業の繁栄を今に伝えています。平成29年度のオープンキャンパスは7月30日に行われ、県内外から大勢の高校生やその保護者が参加しました。午前と午後それぞれ同じプログラムが繰り返して実施されました。受験生、高校 1,2 年生、保護者に分かれ、繊維学部の説明やそれぞれにあった内容の説明を教員や担当者から受けました。理学部とか工学部、農学部ってどこの大学にもありますけども、繊維学部は日本でここだけです。教育分野が非常にユニークです。繊維学部の4つの学科、先進繊維完成工学科、それから機械ロボット学科、化学材料学科、そして応用生物化学科、この4つがあります。工学部にも、化学や機械がありますねと、農学部にも応用生物という名前がありますけども、どこが違うんでしょうかとよく聞かれます。答えはこうです。物理や化学や生物、そういった、専門の基礎的な知識、技術はしっかりと身につけるというのはこれは同じです。で、繊維学部ではですね、そこに、プラスしてこの繊維ファイバーの知識や技術、それから物の見方、考え方、これを身につけていただきます。そして新しいものづくりや新しい研究にチャレンジしていく、そういう力を、身につけていただくというのが繊維学部の大きな特徴です。受験生には繊維学部の概要やカリキュラム、入試について、卒業後の進路などについての説明がありました。2年生からコースに分かれていくということになります。今皆さん受験の段階で将来具体的にこういう内容についてとか、こういう研究したいんだっていうふうにきっちり考えをねまとめられている方ってちょっとまだ少ないのかなというふうに思います。ですので、中に入ってから例えば化学の分野に入って、化学好きなんだけど、それをより具体的にどういう分野をさらに極めていくのかっていうのは、1年生に入った段階で、いろんな先生方の話を聞いた上で自分の、進路選択を2年生からやっていくという、そういうこと、そういう、学び方ができるというのが、繊維学部の特徴になっています。で、こちらが過去5年間の、就職と進学のパーセンテージを示しています。昨年は 73% でしたけども、過去5年間見てみても6割から7割、進学しているということが分かると思います。大学院の進学率なんですけども、他大学さんとか他の学部の場合には大学に行くんだけど違う学校に行っちゃう、違う大学に行くというケースが多いんですが、専門学部の場合には 97% の方がそのままその4年生の時の研究室に残って大学院もやっているということでございますので、やはり研究やり始めたらやめたくないという、そういう方が非常に多いということになります。だと就職先
さらに学科ごとに分かれて各学科の特徴や教育研究内容についての概要説明が行われた後、研究室見学が行われました。それぞれの研究室では教員や学んでいる学生が訪れた参加者に研究内容の説明を行い、参加者は実際に手に触れたり見たりして繊維学部の魅力を体感しました。先進繊維完成工学科には素材からスポーツウェア、インテリア製品を開発できる科学技術を学ぶ先進繊維工学と、人の心が喜び幸福感愛着が与えられるものづくりを創出し、新しい価値である完成価値を生み出すための科学技術について学ぶ完成工学があり、新しい製品の価値を創造できる研究者や技術者の育成を目指しています。機械・ロボット学科には従来の機械工学に加え、電子・情報・材料・ナノテクを含めた幅広い分野を学ぶ機能機械学と、バイオロボティクス、バイオメカニクス、バイオメカトロニクスなど生物と工学を融合した分野を学ぶバイオエンジニアリングがあり、機械工学とロボット学を横断的に融合したものづくりの知識と技術を持つ研究者や技術者の育成を目指しています。化学材料学科にはエネルギー、環境、高性能デバイスに関する新規材料の作り方、効率の良い使い方を学ぶファイバー材料工学と、生態の高度で精緻な機能に学び、分子設計により人工的に再現し、工業的に応用できる技術を学ぶ機能高分子学と、化学を基礎に原子や分子を自在に操ることで未来につながる材料開発について学ぶ応用分子化学があり、化学材料分野で活躍できる人材の育成を目指しています。応用生物化学科では微生物から高等動物までの生命現象や有用物質の生産、再生利用可能なバイオマスの利用方法や自然環境における生物を一つの資源と捉え、その活用と環境について学び、確かなバイオの教育から食品や医療品業界などで活躍する人材を育成しています。オープンキャンパスでは参加した高校生や保護者を対象にした相談コーナーが設けられました。繊維学部で学んでいる現役の大学生や大学院生がアルバイトやサークル活動など大学生活でのさまざまな疑問に答えました。保護者対象のガイダンスでは大学院生から繊維学部を選んだ理由や研究から学んだことを聞きました。私が今行っている研究などは最先端の研究になっており、結果がわからない、答えがないものですので、その実験から得られたデータをしっかり考察して正しく世の中に普及できるような、そういう力がこれから身につけていきたいなと思っています。同じ学部に通ってる人たちもいろんなジャンルの人たちなんで、すごいみんなで集まって話すとたくさん面白い話が聞けますし、話しててたくさんの情報を得ることができます。だからそういういろんなジャンルの人とお話ししたい人がいたら繊維学部すごい向いてるんじゃないかなって私は思います。繊維と他の分野のつながりっていうものがたくさんあるので、横断型な分野をここで学べるのかなって思うので、ぜひ日本唯一の繊維学部に来て一緒に勉強しましょう。人、物、環境が互いに調和した心豊かな社会の創造を目指したものづくりや技術開発に挑戦している信州大学繊維学部、
国際性豊かで広い視野と高い能力を持つ技術者や研究者になるために一緒に学びましょう。